アーミーメンはプラスチック製のおもちゃの兵士。身長は約5から6センチメートルで40体や80体、多いものは100体や1000体セットで販売されている。一般的には緑色である。種類によってはベージュやグレーも存在し、大半の兵士は20世紀の装備をしており、第二次世界大戦やベトナム戦争など様々な時代の兵士をモチーフとしたデザインがある。 兵士によって、消化バケツ入りのアーミーメン商品によっては、戦車や戦闘機もセットで、スーパーマーケットや雑貨屋などで販売されている。この人形の歴史は古く、遡ると1938年にベルゲントヤンド、ノベルティ社が生産したのが最初とされており、主事の登場作品も存在する。現代では、ヒンファット社の商品が知られる。軍隊にとどまらず、消防士、 警察官、カウボーイ、騎手などの職業もある。兵隊のミニチュアの歴史は古く、最古のものは古代エジプトの副葬品まで遡る。ヨーロッパでは17世紀から金属を鋳造した兵隊のミニチュアが機上演習などに用いられたほか、19世紀に英国のウィリアム・ブリテン社が中空の炭造方法を開発したことで、安価で軽量な玩具の兵士は大いに普及していた。 プラスチック製の玩具の兵隊は1938年にベルゲントイノベルティ社が初めて生産したとされている。初期のフィギュアはすでに普及していた金属製の玩具の兵士と同じように塗装され、単品または7体入りの箱入りセットで販売された。第二次世界大戦が終わるとベルゲントイノベルティ社は玩具の兵士たちが被っていた第一次世界大戦のタイプのヘルメットを 第二次世界大戦のアメリカ軍風のヘルメットに修正した。また、当時のアメリカ軍の制服の色をイメージして、緑色の単色成形とし、塗装されずに販売されるようになった。これが今日のアーミーマンの原型となった。第二次世界大戦後のアメリカでは、プラスチック製造業は将来有望な業種とみなされており、次々のライバルの玩具会社と新種のアーミーメンが登場し、 様々な関連商品が製造されるようになった。1950年代初頭には、ルヤマルクス社は、アメリカ陸軍訓練センターや、戦場セットなど、プレイセットと呼ばれる箱入りのフィギュアとアクセサリーの、セットを販売するようになった。また、マルチプルプラスチックコーポレーション社は、フィギュア本体と装備品、アクセサリーを分けることで、同じフィギュアを、兵士や、農民、 開拓者やカウボーイ、警察官など様々な姿にして楽しめるようにしたり、スキーを履いた兵士や宇宙飛行士、アメリカ南北戦争兵士など多彩なバリエーションを展開した。1960年代半ばになると、プラスチックの価格低下や軍隊の人気によって、マルクス社やティム・ミトイス社によって大きな袋に大量のアーミー面が入ったセットが販売されるようになった。 マルクス社はアメリカ兵の敵として成型色を変えたドイツ兵日本兵など他国の兵士を初めて販売した。後にフランスやロシアなどの同盟軍も追加された。1970年代に入るとベトナム戦争の不人気と石油危機器によるプラスチックの価格高騰によってアーミー面を含む多くの軍事物の玩具の生産は減少に転じた。 1975年以降、ヨーロッパとアメリカの多くのプラスチック製兵士を製造していたメーカーが廃業した。今日、ほとんどのアーミー面は中国で安価に作られている。兵士のみならず、おもちゃのカウボーイとインディアン、農場セット、宇宙人、騎士、恐竜、消防士、警察官など多彩な人形や関連商品、プレイセットを目にすることができる。2011年、 タイム氏は、アーミーメンを、史上最も人気のある100のおもちゃのリストに追加した。また、1995年のディズニーピクサーアニメーション、映画、トイストーリーとその3つの続編の登場人物として、登場したり、アーミーメンをテーマにした、ビデオゲームやお菓子が発売されるなど、アーミーメンは一種の文化となっている。アーミーメンは、とても安価なため、事実上使い捨ての玩具として、 遊ぶことができ、様々な創造的な遊びを想起させる。サンドボックスとして遊ぶ、またはゴム製のボールやビー玉を当てて遊ぶ、単純なミニチュアウォーゲームのコマとして遊んだりするのに適している。1990年代以降のアメリカでは、ゼロトレランスの武器ポリシーのために、重火器を持った人形は好ましくないとされ、学校や保育園への持ち込みは禁止されている。 バーガーキングがトイストーリーとのタイアップ商品を販売した際には無線機と双眼鏡を持ち銃を持っていないアーミーメンだけが採用された。ありがとうございます。